はい、こんにちは。秀則ミュージックスクール校長、秀則です。ノリス。ピックが片方だけ削れます。おかしいですか？おかしくないです。ティアドロップとか使ってて、ちょっと待って。ピックって裏表あるじゃん。ちゃんとこういう風にこう使ってるよね。こう分けて。こっちの面でしか持たないとかっていうのある。それなら片方だけ削れるのありっすよ。どっちも同じ感じで斜めに削れてたら大丈夫です。どっちから見ても、こうしても同じような削れ方をしているな、だったら大丈夫です。大丈夫なんですけど、もしかしてさ、根本マスターパッケージの販売が開始されました。買い引きマスターパッケージと違ってですね、とにかくギターを弾く上での全ての動きをできるようにしようという、秀則ミュージックスクール13年の歴史が詰まった完璧な教材が出ております。ぜひぜひご購入ください。概要欄からどうぞ。さあ、根本を鍛えよう。大丈夫なんですけど、もしかしてさ、ピックえぐれてない？虫食いじゃないけど、こう先はまだあって、先からちょこっといったところがグイッてこうえぐれるみたいな、もしそれだと非常にまずいですね。ピッキング完全にできてない可能性がある。ピックがあったら先はこのままでこうグイッとこう穴開きみたいな、ウィーってこうチーズのね、丸のあの角の虫食いみたいなイメージしてください。すいませんというお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。